はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメッハー、新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にある蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしているんですがですね、今ですねちょっとですねこういった時期ってこともありましてですね、事務仕事とかですねそういったものが増えて、チーズケーキの調整とかですねやっているためですねこういった形で私服でお届けしております。ちょっと噛みました。はい、ですね今日はですねこちらじゃん、はい、多分ねホステックスかなホステックスの、マルチトラッカー、マルチトラッカー X10 に見えるかな、はい、X12、はい、こちらの方ですね、ジャンクで、ちょっと去年になるんですけれども、なかなかちょっとね開けられなかったんですけども、ジャンクでね300円で購入してきたマルチトラッカーですね。それもテープデッキタイプというですね、こちらの方ですね、いろいろチェックして見ていきたいと思います。ジャンクで買ったものなんで動けばいいんですけれども、まずね、電源上げたりちょっと掃除したりちょっとやってみたいと思います。それではスタート。はい、ということでね、大体の大きな掃除はもう終わっています。はい、こう綺麗にできる限り、古いものなんでね、かなりね、年季が入っているんですけれども、でもね思いのほかね中見てみても結構ちょっとねこう隙間からとかね見てみてもですね、かなり綺麗な方じゃないかなというふうには思いますね。こんな感じで綺麗にしてみました。これマルチトラッカーですね。ぐるりと一周してみましょうか。前面部分にねこんな感じでインプットですね、インプット端子とアウトプット端子というかですね、これがインプット端子でこっちがフォンですね、ヘッドフォンですね、ヘッドホンとかですね入れる端子、あとこれをね、ライン内容中身かねマイクかねこう動かすつまみなんかもついてたりしています。はい、であとはラインアウトかな、ラインアウトこっちに、はい、端子の方がねピンの端子ですね、赤白の端子が2つあります。 LR ですね、はい、LR 端子という風な感じになっています。まずね電源上げてみないことにはねわからないので、ちょっと電源上げてみたいと思います。300円でねジャンクで買ってきた時にはもう箱も説明書もなくて、こちらとあと専用の、アダプターだけだっていうことだったので、ちょっとアダプター今ねちょっと挿してみますね。よいしょ。じゃあアダプターを刺す位置、ここですね。はい、都合でここ刺していきたいと思います。こっち画面見た方がいいのかな。はい、刺していきます。よいしょ、ガチャン。あれ刺さらない、あ刺さった、はい刺さりました。はい、どうですかね。私も今見てたんですけどね、何か変わったところがあるかどうかっていうのはちょっとあれなんですけれども、多分ねこのねパワーがねこちらの方のスイッチになってるようなので、このスイッチ上げていきたいと思います。こういうところがね光りそうな感じにはなってはいるんですけれども、光ればいいなっていうところですね。じゃあ電源の方上げていきたいと思います。スイッチオン。どうなりました。何にもつか、あ、ついてます。あ、パワーついてますよ、パワー。ほら、これ。あ、わかりにくかったですね。ちょっと一回切ってみましょうか。一回切って、ポチ。ここね、ここ。パワーってとこね、電源入れます。よいしょ。つきました。なんかね、今ね、この辺も動きましたよね。この辺ね。
この辺のね、なんか ランプもついてましたけど、どうなんでしょうかね。はい、あれこれ使える？いや、あのね、多分ね、それはね、使えるかなと思ったんですよ。おじさんも電源ぐらいは上がるみたいな話だったんで、使えるかな思ったんですけど、問題はね、こっちなんですよね。こっちね、やっぱり古いものってね、どうしてもね、あのテープなんか、特にこういうテープ装置なんかはね、意外とこうヘッドがね、へたってたりとかしてね、ダメになったりとかしてしまうもんなんで、そっちの方かななんて思ってるとこなんですけども、せっかくなんで、よいしょ、もしね、電源が上がった時用にね、準備しておいて、はい、こちら、じゃん、これ自分のね、私のね、個人のね、持ち物なんですけれども、ソニーさんのね、何でしたっけこれはまあ、ウォークマンの類に入るんですかね。なんかラジオとかも聞けてね、これもね、フリマで購入したんですよ。電池で動く、あ、電池入ってないな、電池は入ってないんですけど、仙台でね、震災があったので、なのでそういった時にね、なんかラジオとかも聞けたらいいなーなんていう風に思ってね、あれ、これラジオ聞ける、あれ、これはラジオ聞けないやつかな、これは、あとラジオ聞けないごめんなさい、これはラジオ聞けないやつですね。はい、録音したりとかできるね、テープデッキの方に入ってる、よいしょ、じゃん、はい、これ丹野さんですね。誰でしょうね、丹野さんこれね、これをね、これをね、100円だったかね、かな、いくらかで買った時にこう入ってた丹野さんのテープなんですね。はい、丹野さんと、丹野という名前が書いてあるテープなんですけど、何がね、入ってるかわからない、90分ほどね、録音されているテープなんですけど、これをちょっとね、入れてみて、ちょっと確認してみますね。あのね、見た目もね、ちゃんとすごい綺麗なテープなので、なんか噛んだりとかね、あ、ちょっとピンが来ないかな。はい。噛んだりとかしそうになさそうなんで、多分大丈夫かなって思うんですけど、はい。ということで、こちらの方のね、テープデッキの中にですね、入れていきたいと思います。こんな感じでね、収まります。はい。で、権利の関係上ね、これお聞かせするわけにはいかなさそうなので、こちらで聞けるようにね、ヘッドホンを用意しましたので、よいしょ、フォンのところにね、ここのところに、なんかコタコタ言ってます、なんだろう、なんかね、まだ何もボタンを押してないんですけど、なんかカタカタ言ってますね。まあ、なんだろうか。なんか傾けるとカタカタ言う感じ。このね、本のところね、ここのところにガチャンと刺していきました。よいしょ。よいしょ。そしたらね、まずね、イヤホンの方を、はい、つけていきたいと思います。じゃあまずプレイですね。はい、テープデッキなので、まずプレイボタンを押してみます。ガチャン。あ、テープ回りましたね。見えますかね、テープ。回ってますよね。音でもね、全然聞こえてこないんですけど、どうかな。あ、ここも回ってますよ、ここも。見えますかね。はい。あ、これだね。多分、ラインアウトっていうね、これがあるんで、これをね、ちょっとピンが来ないかな近すぎかな。このここですね、ここちょっとつまみいじっていきます。あれなんかね、スーって音は聞こえるんですけど、テープが聞こえないな。あ、これかな。あ、これですね。はい、ここラインとマイクを分けるね、分けるというか、これをミックスするためのつまみがここについているので、これちょっといじってみますね。ラインという方に回してみます。はい何も聞こえない。あ、聞こえた、ここだ。なんかね、よくわかんないんですけど、ここ
ここのね、ここのつまみで、ね、ここのつまみ、このつまみでね、このね、ここの赤いのがちょっと見えますかね、テンション上げまくりでちょあれなんですけど、ここの赤いのこう動くんですけど、こんな感じね、こんな感じ、こんな感じでこう赤いのがこう動くんですけど、動いて一番端っこのここに合わせて、ここをねちょっと上げたらね、音聞こえてきましたよ。はい、あ、なんかね音楽聞こえました。うん、なんかねテープでとは思えないというか、テープで流れてる音楽とは思えないね、結構いい音聞こえてきますよ。あ、テープこのテープメタルなのかな、あ、ノーマルポジションだな。でもなんか、ね、音いいですよ結構まあそれはいいとして、一回とりあえずストップします。あ、止まりました。でも一回プレイします。あ、動きますね。じゃあの巻き戻し と早送りですね。巻き戻し、最近巻き戻しって言わないですよ、頭出しなんて言うんだろう、まあ巻き戻しですね。巻き戻しをしてみます。あ、一回止めてからのがいいのかな。ガチャン、あ、うん、回ってますね、回ってます、回ってます、こんな感じですね。で、一回止めて、で、早送りの方も回してみます。あ、回ってます、回ってます。どっちが早いかって、はあ、どっちが早いのかちょっとわからないですけどここもね、ここの、あの、なんて言うんでしたっけ、カウンターですかね、カウンターもちゃんと回ってますんで、これ大丈夫そうですね。はい、一回止めます。で、再生ちょっとしますね。うんうん。ああ、大丈夫です。聞こえます、聞こえます。おー、すごい、すごい。へえ。ああ、動きました。よかったです。あ、ただね、こっから、これ、ミキサーなので、マイクをつけて、ここのマイクのところと、ここ、ま、マイクなんて言ったらいいんだろう。ここのマイクとね、あのね、このテープの音をね、ミキシングしながら、録音とか、そういったことができるようになるっていうはずなので、マイクもね、実際に使えるかどうか、ちょっと試してみますね。よいしょ。昔ね、今ね、ちょっとね、あの撮影環境変わったんで、マイク変わってるんですけども、昔使っていたこちらの方の ECM の717、これね、はい、ソニーのマイクですね、はい、ステレオマイクですね、こちらの方をちょっと変換のコネクタなんかをつけながらですね、つけながらちょっとやってみたいと思います。バッチャン、中入ってないですね多分。あ、マイクの方に回してみますかね。あ、入りました、入りました。あの、ここのマイクっていうところをね、マイク、はい、ここの、まあちょっと見えにくいんですよね、黒くてね、これね、はい、ここのね、ここのマイクっていうところのつまみをね、ここのつまみの部分をね、こう回す、黒くて見えないんですよね、はい、ここをね、回してね、マイクっていう方にね、あの、合わせてみたらですね、あの、ちゃんとね、マイクもちゃんと入ってますね。はい、あ、かなりね、あ、マイクの音もいい音なんですけど、あの、すごいいい感じの音で入りますね。はい、なので、これでミキシングっていうことが多分できるようになるんじゃないかと思います。ただちょっとよくわからないっていうのが、ちょっとこう、ヘッドホンとか取っちゃいますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あのね、ちょっとテープもなんかカタカタカタ。はい。なんかね、ここにね、4つのね、音源があるんですよ。ここに。4つの音源を操ることができるようになっているっぽいんですけど、インがね、4つあるわけじゃないんですよ。なんでこれレックトラックっていうのが、このレックトラックを変えるっていうことみたいなんで、このレックトラックっていうものをね、こう動かしていく意味がちょっとまだわからないっていうのが
あるんですけども、なんですけども今ここでねやっていること、まあ、こことこことかでやっていること、まあ、インプットっていうのがまた別にね、このねマイクのインプットもありますし、音とね、こっちの音とマイクの音をミキシングするっていう意味でいけば、これはねすでに、よくある、実況とかですね、あとはライブとか配信、ライブでなんか配信したりとかで、ね、そういう時にもなんか使えそうな感じで、マイクのね音もね結構良くなる感じだったんじゃないかなと思うので、まあもともとね、ネットで見ると定価で12,500円ぐらいで売っていたものですね。もう生産は終了しているみたいですね。あとはまあメルカリとかだったらまあちょっと運良ければ3000円ぐらい、まあ平均値で出て5,000〜6,000円ぐらい、5,000円ぐらいかなぐらいで売っているものだったので、これねなかなかいいかもしれませんっていうか使えました。全然使えたので、ちょっとねこれねいろいろ試してみてね末永く使っていきたいなと思います。いやなかなかね最近ね忙しくて、年末とか年末年始なんか特にね忙しくて、こう確定申告とかねそういうのがやっと落ち着いたんで、買っててねジャンクでね全然ね手つけれてなかったものね、やっと少しずつ手つけれていけるようになってきたんですけど、これね良かったですよ。300円でこれ手に入るなんてすごいラッキーだったなと思います。ちょっとねマニュアルなんかね多分ネットでねあるんじゃないかなと思うので、そこら辺探してみてね、今後ね使ってみて、使ってね行ってちょっと末永く使っていこうかななんていう風に思っているところでした。はい、ということで本日もこちらの方のマルチトラッカー、テープマルチトラッカー、ホステックスでいいのかな、ホステックスさんの、マルチトラッカー X12 ですね。はい、こちらの方ですね、ジャンクで購入したものでしたが大成功、完璧に動きました。はい、ということでですね、いやー良かったですね。いやおじさんのこと信用しないわけじゃないんですけど、やっぱりね状況的にね買ったはいいけどね後々動かなかったっていうこともあったりとかするものもあるので、あとなんかねどっか調子悪かったとかですねあったりする場合もあるので、まあここまで動けばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。何かのね時にねこれ出番でね使うことができたらないいななんていうふうに思いますし、あとね結構眠ってるテープね何本かあったりとかするので、ちょっとそういったものもかけてみたりとかしてね、でいろいろねマニュアル見たりなんかしてちょっと使ってみていければなというふうに思っておりますので、結構ねこういったジャンクのものとかもねフリマで買ってきたジャンクのものとかも紹介していきたいと思っておりますので、もしよろしければねお付き合いで構いませんのでチャンネル登録していただけたら非常に嬉しいですということでですね、何かねこういう使い方があるよとかですね、あとねまあこういった使い方できましたかとかですね、もしあればですねコメント欄の方書き込んでいただければですねこちらの方でもチェックしてみて、いきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の新誠チャンネルこちらの方で終了となります。また別の動画でお会いしましょう。それでは。